校の子供の親ですが、ああ工業の子供、救援隊からね治療を受けて商業の運動場にいっぱい寝せられたっけ、早助けに行ってやってくれって言われた。って来たらもうおふくろびっくりでした。顔は分からんでしょ、みんなも真夏の雪だるまごとね包帯巻かれて、で目と鼻と口にハサミの入っとったっておふくろ言いましたけどね。で私は担いというもんですから、担いで呼んだらしいんですよ。周囲がみんな返事すっとって、それをおかしかと思って、母ちゃん出して自分の子供の声のわからんやったね、尋ねたんですよ。そうすると今お前はバカ子だっけをね、ずっと怪我人死人も7キロ見て歩いてきたって、昨日どうでしとったらお父さんもお母さんもわからん、それでもう探しきらんやったって言いました。で母ちゃんどうして探したとって言いますと、母ちゃんは探しきらんけお父さんに、活字は探しきらんとどうしましょうか、半分諦めよったそれで、親父が旬長け耳元でね、一人一人ちその声を出して呼んでけで、何人か何十人か知らんけれども、はって聞かせて渡しちゃったそうですよ、はい、で7キロまたこう連れて帰るわけですね。多分包帯しとっても週末でしょ、太陽がとっても暑いんでしょ、母ちゃん懐かしぬ母ちゃん懐か、7キロ家まで泣き叫んだったそうです。私はもう極楽ですよ、何も知りませんから。もう今思えばね、ほんと母ちゃんもね父ちゃんも昨日同点しとったってやろうじいやよってね、帰ってきて一回こっきり話を聞かしたんですよ。退院してです1年半入院しておりましたから。で残りは姉が3歳上の姉がおってですね、 その姉がおふくろが言わんことをずっと補足して教えてくれたんです、はい、それでしばらく進行前で治療を受けて、今度は大村の今の中央国立中央医療センターになって、あそこやった10秒とかに、ここで行って 目が見えるようになったら谷口進んでるって知ったんですよ。僕の横にこうして寝たと、僕がおったと知らんとですよ。つらかったら皮のここがねベラーって形に皮が抜けてしまったんですよ。ほんと薄いでしょ、歩ききらんとですよ、あのこうねベッドのあれをしながらで行ったきたら歩くことになりましたから、もう痛くて足はつけきらんとです、はい。それで歩くようになりましたら、もう自分の顔のことを知ってますから、さして気にならんとです、みんな怪我人ばっかりでしょ。ところが先生が来てですね、吉田君あんた左の歯をようになってよかったねって言うんですよ。はい、ありがとうございます。右があんたひどかって顔も手回しも、手はですねこう引きつっとったんですよ、もうここでピューッですね、でコーナー取ったんですよ。でこれは今からリハビリ用せんと固まってしたっちゃね、こうならんちゅうわけですよ。それでしたんですよ、お袋から砂をバケツに砂を入れてもってここで下げるんですよ。これがまた痛いんですよ、引きつっとでしょ。3ヶ月ほどと思いますけどね、手が少し内を向いたんですよ。何やから弾力がないからバリーって割れて、た昔の赤切れとも一緒ですね、この硬い皮ない中に肉が上がったもんか、痛くて手を戻しきらんとですよ。これ13年間あったんです。これ退院してからもずっとしましたよ。で今も割れるんです、手袋してます。ここはですね1センチから2センチ割れるんですよ。今日も今来る時に塗ってきましたけど、水をこう使うもんですからね、こっちダメですね、油が引かんとですよ。まあ、血圧が低いして白血球が少ないということですよね。まあ、あの白血病はないようです、今のところは。それでただ第8肋骨と第9肋骨折れて曲がって、そのまま63年です。痛かったから行きやったんですよ大学に。ところがね、伊藤なんかだん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 伊藤なんかことになってきた人も、ほんとは吉田さんって、あんた伊藤なんかならね、もう金なさんになって金具もはめれば体のこうなっけんね、早い弱るって、63年今もです、そのままレントゲンドロー素人だったとしよう日本語、まあそんだけぐらいのもんですね、はい。あとはあの僕の場合はね、原子爆弾熱傷反根治癒症がやって何かとですよ、はい。先生がもうすまんばって原爆病の副院長、あんたもね言いにくかばって吉田さんね、死ぬまで治らんとってこいや、そのけん自分が診断書ば書いてやっけんちゅうて書いたのが知らんまに僕は認定されとっとですよ。人は今やいやいやりますけどね。戦後はですね、もうとにかく外に出きらんもんです、真っ黒ですからこれ、もう後先でありますから人から見られるわけですよ。ここからね、戦後私は工業で計算弱しておりまして、
その方が刺激だったし。で、三菱があの西45と2つに分かれましたもんね、財閥なんとかで。その時もう仕事がないんですよ。ほんで姉が勤めとったあの会社の常務が、今はもうありませんけど、当時もう日本長崎で一番とかって食料品の卸問屋に世話してもらったんですよ。ところがこれは刺激らんけん、子供の習いよっとこに1年、それはまあ習い方ですよ。21添削の531311で、ね、それで1年出して、で、その時はまだまだ外に電車を書くのが良かったんですけど、苦労しましたね。退院してからが苦労ですよ。病院をご存じるのはみんな怪我人ですからね、どうもないんです。私、先生が来てから、吉田君、明日手はね、リハビリをすればよかった。問題はここって、左は12月中旬に良くなったそうで、左、こう。左は良くなったけよかったって、先生言うんです。しかしね、右はね、ひどかった。手と足はリハビリをしなさいって。問題は顔で、顔はね、やけどの脳層の高子だって。で、広いでしょ、こうね。肉が張り切らん、皮膚が張り切らんって。今日も詳しいよ、長けんね。反対左に良くなったから、皮膚を取って3回したんですよ。2回は失敗。こっちが良くなったって思ってもですね、張ってしまったら良くなったらか、海が上がってくる。それで1年3ヶ月、治療を続けて最後の皮膚をしたんです。あとこの資料館の、 あの地下に私の写真がありますけど、あの下の顔で大村から退院するんですよ。その後ダラーッとも肺麻痺なくなってしまって、一番早く亡くなったのがね、後から聞いた8月21日に亡くなったとですね。それから家に帰って私の家に連れてきた田淵というのは、一月しないうちにお母さんが家に来なったそうですよ。奥さんじゃなくて、あもうまた田淵さんも亡くなったちゅう印やろうって。だけど違う、お腹のね腫れっぽうなってきて、ね、反転の出てきたちゅうて来なったそうです。その時白血病とかまだ原子爆弾がわからんわけですね。ご存じのようにピカドンって言ったそうですから、それが典型的な白血病だった。それから1週間しないんですよ、亡くなって。で、順次でずっと50年のうち亡くなってしまって、全然その後会ってないんですよ、亡くなって。はい、私はですね、自分の体験談を話して、まず平和、戦争してはいけない、吉田のおじちゃんたちのような体になるといかんと、こうやってお友達喧嘩をしちゃいけないって言うんですよ。喧嘩をすれば二人で済むと。それがね、家に帰って言えば両親と家と家の喧嘩になると、限らんと。それが多くなればね、もう国と国の喧嘩になると。そうすると世界中に何万発の核兵器を持っている国が何国ありますかと、で、さしくないって言うんですよ。それがもう炸裂したらね、吉田のおじちゃんどころやなかとって、みんな死んでしまえばよかわってね、後に残った人は惨めかとって、白血病とかなんとかでね。そのためにはやっぱり吉田のおじさんたちはもう死んでもね、もう出してもこの元の体にならんからね、それをおめえは皆さん方吉田のおじさんのようにならんと思うならば、お友達仲良く健康でね、平和を一人から二人、二人から四人に伝えていってくれろと。はい、私はもうそれだけです。他で言うことないんですよ。